します。島村大君。自民党の島村大でございます。えー、まずトップバッターとして質問させていただくことをですね、本当に感謝をさせていただきたいと思っています。また先日まであの私の体調で声が出,出ずに皆様方に本当にですねご心配をかけまたご迷惑かけたことをですね。 あのお許していただきたいと同時に、質問の機会がありましたら、声が出るようになりましたので、今日はよろしくお願いしますあのまず、大臣の所信表明の中で、やはりまだまだこの新型コロナウイルス感染症、これをですね最優先で対応するというふうに、この前の所信表明でお話していただきました。あの私もですねここのの新型コロナウイルス感染症のことを おあの考えますと、やはりですね私はあの地元が神奈川県なので、2020年の1月29日、この武漢からのチャーター便が、えー、花田に到着しまして、そのうちの何人かが神奈川県内の病院に入院されました、でこの病院が、ですねもうあえてお話ししていいということなんで、病院名も言いますが、相模原市にあります あの J. 厚生連の病院ですでこの方があの、入院なされた方が、です、ね、10日後、2月の8日に残念ながら、えー、亡くなられました。この方が、日本で最初の新型コロナウイルス感染症の疑いがある方で亡くなられたと言われております。でその時ににはです、ね、非常に私もですすねね非常私も あの現場の医療関係者からですねいろんなことをご要望いただきましたが、まだまだ日本の国がですねこの新型コロナウイルス感染症に関して、何も残念ながら分かってなかった、情報もすごく少なかった、その中で医療関係者はですね本当にこの責任感とこの仕事に対してのですねプライドのみで対応していただいたということをですね、 やはりこれは絶対に忘れてはいけないと私は思っています。ですから、お医者さんはもちろん、看護師さんもそうですが、皆様方がです、ね、本当に一致団結して対応していただいたことを忘れずに私は質問をさせていただきたいと思っております。で、その前にもう一つだけ、すみません、看護師さんのお話をさせていただきたいんですよ。今日もこの委員会に看護師さんのライセンスを持っている方が何人かいます。 なぜそれを言うかっていうと、今の厚生,連厚生連の病院で亡くなられた方が遺族の方に普通であればお戻しすればいいわけですでもそのときには、ただ単にお戻しすることができなかった、これを国はどうしていいか、正直言うと、何も指示を出せなかった、これはもちろんそうだと思います、何も情報がない。 そそれれかからエビデンスも何も何ない確かにこれはそうですただこれをどう対応したか、看護部長さんが自分の命をかけて、感染する可能性があるということを命をかけて、遺族の方に遺骨としてお返しすることまで対応していただいた、やはりこういう現場の方々の努力が、今の新型コロナウイルス感染症のやっとですね、 状況が分かってきて、今後、私も質問させていただく、この新型コロナウイルス感染症の二類とか五類をどうするとか、そういう話にやっときたなっていうのが、私はこの2年9か月かかりましたが、まだまだ安心してはいけないなと思ってます。そここでで質問させていただきますののの前の所信表明で大臣は今の 二類相当におけるこの状況で、具体的にできること、また今後も冬にかけて、季節風インフルエンザがもし流行した場合にも対応できることを具体的にお話をしていただきました。これは私が理解したのは、五類,類に移行させるんではなくて、今の状況のままで、 できるるこことととをしっかりり対応すすいいうことに私は聞いておりますただ、専門家もそうです、まあ、なかなか知事さんも、いろんなご意見を言っていただいているのも、私は確かだと、その中で、二類相当をそろそろ5類に移行するべきではないかという意見もあるのも、これは確かだと思います。ですから厚労省の 考え方をもう少しどういう状況になったら二類相当を五類相当にこれを移行するのかなかなかこれは一つの百パーセントの回答はないかもしれませんが考え方をまず教えていただきたいと思います大臣よろしくお願いします加藤厚生労働大臣え島村委員からお話がありましたあの。 もう3年近く前になりますが、ダイヤモンド・プリンセス号について、当時、私、厚労大臣をさせていただいておりまして、大変その時には、まさに今、お話があった当該病院のみならず、神奈川県、大変お世話になりましたこと、改めて感謝申し上げたいと思いますし、また、その亡くなられた患者さんに対する看護師さんの対応、を心から敬意を表させていただきたいというふうに思いますその上であの、2類、5類のお話がありました。あの感染 <coughs> 感染法上等で申し上げますと、まず現在の新型コロナが感染法上、当該感染症の全国的かつ急速な蔓延により、国民の生命および健康に重大な影響を与える恐れがある感染症として定義をされております。新型インフルエンザ等感染症に位置づける必要がないとも評価をするということが一つであります。まあ、それは一体どういう指標を持つかというのは、また議論していかなきゃいけないと思います。それから 5類ということになりますと、感染症状、感染力及び罹患した場合の重篤性に基づく総合的な観点から危険性が高くない等の要件に該当する感染症として定義されるものは、これが5類感染症ということでありますから、まさにそれに当たるのか当たらないのか、まあ、こうしたことについて、えー、議論、検討していく必要がありますが、現在の,その新型コロナウイルス感染症に関して申し上げれば、 オミクロン株であっても、致死率や重症化率がインフルエンザよりも高いと評価され、さらなる変異株が出現する可能性もある等々のことから、先般、<coughs> 委員のご質問の中にありましたけれども、ウィズ・コローに向けた新たな段階の移行の議論の中において位置づけをどうするか、専門家にご意見もいただいたところでありますが、新型インフルエンザ等感染症という分類は維持し、今後も変化していくウイルスに応じて対策を柔軟に 対応できる、まあこういうことにさせていただいて、まさにご指摘のとおりであります。まあ、今後に関しては、えー、今後の感染動向、また予防接種の進展、まあ、あるいは薬等がこれからまた出てくるというようなことによる病原性や感染性の変化なども踏まえて、専門家の意見も聞きながら、また内外の科学的知見、これらにもしっかり踏まえて、議論を続けていきたいというふうに考えております。島村大君 ありがとうございます。あの今大臣が答弁していただいたようにですね、やはりそのまだまだあのすぐに二類相当五類に持っていくのはやはりまだ危険性があるということも確かに分かります。ただ国民はですね、そういうふうなあのお答えですとなかなかじゃあ本当にどうなったらまあ ここれがににになるのかとか、かかととやはり分かりり分づらいいいうもも確かに私も耳に聞いております。ですから、例えばこれはです、ね、専門家の方がおっしゃっているのは、これが100%私もいいとは思いませんが、一つの考え方です、考え方としては、やはりワクチンの供給が、安定供給がちゃんとできる、これが第1条件、そしてもう一つの条件は、 いわゆる必要なときに必要な方に治療薬をしっかりと供給できる体制ができ,できた場合には、一つの考え方としては、二類相当を五類にしてもいいんではないかという考えもあるのも確かでございます。ですから、そこはしっかりとですね今、大臣もおっしゃっていただいたように、議論の中で、そういう考え方もどういうふうにそれを位置づけるかということを、ですねぜひとも議論をしていただきたいと思っております。で私はですね やはりこの治療薬に関して、まあ、あの日本の製薬会社があの開発していただいて、今、治験やって、まあ、承認申請を出ているということは聞いております。まあ、その治療薬を、まあ、なかなか承認できないことも、えー、聞いておりますが、もしこれが承認できる、えー、薬になったらです、ね、一つの考え方として、私は、えー、再度、この二類,類,類相当五類にですね、 考えていただければ、あの国民も分かりやすいんではないかと思いますので、ぜひそこは議論していただきたいと思っています。よろしくお願いします。では引き続きですね、あの同じく、えー、所信表明で健康寿命延伸のことを、えー、お話をしていただきました。今日は副大臣、えー、羽生田先生がいますので、ぜひお互いに健康寿命の延伸に関してちょっとあの議論させていただきたいと思っています。 あの私もですね、えー、10年前に、えー、この公認いただきまして、選挙を、えー、立たさせていただきました、その時に、えー、私も一つの大きな公約として、神奈川県を健康寿命延伸にするっていうのを一つの大きな公約にさせていただいて、あれからもう10年経ってます、ただこの10年前に、どういう状況であったかというと、県民、国民はですね、 健康寿命という言葉と、平均寿命という言葉が分かっている方は正直言って少なかったです。あのそういうふうに公約して、私がその一つ一つ説明をして、ご理解をしていただいて、私は健康寿命、延伸を目標にしてるんだ、日本一を目標にしてるんだっていう、前もって説明してからお話をさせていただいたのが、昨日のように私も覚えてます。でこれがですね 厚労省の皆様方のお力で、私は説明をしなくても、健康寿命と平均寿命に関しては、国民は相当私は理解をしていただいているなっていうのを肌で感じております、これに関しましてはです、ね、厚労省に関しても私は感謝をさせていただいております。でもう1つはは、ね、確かにに今3年に1回調調査査をしているはずですが調査の 結果を見まますすと毎回毎回回確かに平均寿寿命命もも健康寿命も伸びてますただ、平均寿命と健康寿命の間がそれほど縮まっているかというと、まだまだだ、これが多分今の現状だと思います。ですから、女性が12歳ぐらいですか、男性もやっと10歳は切ってますが、でも、それぐらいの差はまだあると。で これに関しまして、健康寿命ということの調査の仕方っていうのが意外と国民は理解してない。この調査の仕方とどういう質問をしているかっていうことをですね、まず羽生田副大臣お願いします。羽生田厚生労働副大臣。はい、ありがとうございます。あの健康寿命についてはですね、今島村委員の方からお話がありましたけれども、えー、健康寿命よりも 多少低い男性はまあ 10, 10は切ったというところですけれども、神奈川県は半分よりは上、男は男性は半分より上、女性は半分よりちょっと下というところが神奈川県の位置づけになっておりますけれども、実はこの健康寿命については、ですね、えー、身体的な健康、そして精神的健康、社会的健康というこの3要素をですね包括的に内包する観点から、 えー、国民生活基礎調査の結果を用いて、日常生活に制限のない期間の平均ということで、この変更寿命というものを、えー、言葉を使っているということで、これはあの、皆さんよく言う、平均寿命とですねこの健康寿命との間をですね、えー、なんて言いますかね、えー、よく言いますのは、健康、不健康期間。 という、まあ、私はあまり好きな言葉ではないですけども、不健康機関という機関として位置づけているというところでございます。で、まあ、あの、続いで各県のお話もさせていただきますと、やはり結果としてですね、厚労省が発表するのは、健康寿命の長い、高い県から順位をつけた形で発表していると。 いいうことでございましてこの県にとりましてはです、ね、やはり自分のところがどこに位置づけられているかということ、一番やはり気になるところでございまして、まあ、あのそれを、まあ、逆手に取りますと言いますかね、それを目標の一つとして、一つで上に行くように、健康寿命を上げていっていただきたいというのが趣旨でございますので、その点はご理解いただきたいというふうに思います。 ただ順位はだけを見るということでなく、そういった使い方をしていただきたいというところでございます。えー、まあこれをっといたしましてです、ね、えー、引き続き都道府県に対しまして、周知を行っていきたいと、そして疾病予防、重症化予防、健康づくりの取り組みを進めてまいりたいと、特に島村大臣のあ島村委員のです、ね、専門でございます、航空ケアと。 という点では、非常に大切なところでございますので、しっかりと取り組んでいきたいと思います、ありがとうございますすありがとうございますあの今、ちょっと、えー、副大臣からはお話がなかったんですが、この国民生活基礎調査、健康表における質問項目で、どういうふうに聞いてるかっていうと、健康寿命の質問の仕方はですね、 あなたは現在、健康上の問題で、日常生活に何か影響がありますか、1番ある、2番ない、これだけなんですよ。これだけで健康寿命が何歳っていうのを調べてるわけですよ。そうなんですよ。そうなんで,すよ <laughs> で、私はこれは主観的が相当入るんではないかと。 自分は健康だと思えばもちろん健康ですし、まあ、本当はどうかなっていう人も、自分が健康だったらまあ健康を丸するわけですから、まあ、海外はどうしてるかっていうことを調べていただきましたが、海外でもこれ以上の調査の質問内容っていうのはないんですよ。ですから、健康寿命と平均寿命を、副大臣も言っていただいたように、 何十例えば、トップが大分で73.72歳、山梨が2番目で73.57歳、ちょっと0.2歳ぐらい違うから、これが本当に健康の年自分のところは1番ではなくて、2番とか3番ではなくて、調査の方法がこういう方法ですから、副大臣が言っていただいたように。 自分とこは平均より上にあるのか、例えば下にあるのか、そういうふうに見ていただかないと、一喜一憂すると、なかなかこれはですね、非常に国民が、これはあの誤解してしまうんではないかと思いますので、ぜひとも厚労省も、今、副大臣が言っていただいたようなあのメッセージをぜひとも出していただきたい。 これが私の要望ですので、神奈川県、日本一にするんだって言って、すいません、まだまだ先は長いんですが、その1位になることを目標じゃなくて、あの平均よりしっかりと上に行くんだということを、ですね私はやっていきたいと思っております。是非大臣もご理解ししてていいいたただきたいと思いますすそして、えー、と次にですね あの骨太方針に関して、ちょっと話題は変わりますが、教えていただきたいと思います。経済財政諮問会議が、えー、経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太方針について、えー、毎年これは策定されて、発表、閣議決定をされます。いいわゆる骨太方針についての策定を,策定を 一般的で構わないのですね構わないのでプロセスを、えー、教えていただきたいと思います。内閣府大臣官房坂木原審議官お答え申し上げます、えー。基本方針につきましては経済財政諮問会議で、えー、議論決定した上で最終的には閣議においても決定しまして政府の経済財政運営に関する基本方針となります。その過程では 経済財政諮問会議の民間議員のご議論を踏まえますとともに確証や与党との調整を行った上で策定をしているところでございます島村大君ありがとうございます今確認をさせていただきましたが骨太方針に関しては経済財政諮問会議が骨格をまあ、毎年毎年決めていただいてやはりそれは 民間の方々の民間の目線でこれは決めていただいているということを今、お話ししていただきました、それをもとに各省庁、そのいわゆる具体的なことを各省庁がそこに、えー、玉出しをして、われわれ与党も一緒にあの議論をさせていただき、最終的には閣議決定をさせていただいている、そういうプロセスを、えー、毎年やっていただいている。これが一つの え議論をしていることが非常に大切ですから、これがいわゆるその次の年の一つのえ予算の根拠として、今は使われていると思っております。ですから、ごく一部、何か我々与党が圧力をかけているんではないかとか、そういうわけではなくて、しっかりと議論して、これは決めているということをぜひとも前提として、 ご理解をしてていいたただきたいと思っておりますそこで次にお聞かせいただきたいのが今回骨太方針2022で春の,このいわゆる骨太方針が出たときにマスコミが一番ある意味では非常に注視していただいたのが 我々の専門であるいわゆる国民会歯科検診ということを非常に春の時代でマスコミが我々も昼間はなかなかテレビ見られませんでしたが一日、航空先ほど羽田副大臣が言っていただいたように航空ケアとか歯周病と全身疾患のことに関して取り上げていただきましたでこのいわゆる国民会歯科検診のいわゆるここをですね どういうふうに今の現状で、今後、どういう場所で議論していくのか、これのことに関して、今、現状とえ言える範囲でお話をしていただきたいと榎本伊勢局長、お答え申し上げます今、ご指摘ございました、いわゆる基本方針2022におきまして、 障害を通じた歯科検診、いわゆる国民会歯科検診の具体的な検討と記載されましたことを踏まえまして、厚生労働省では、広く国民の皆様に口腔のチェックを受ける機会を持っていただける環境の整備におきまして、具体的な検討を進めているところでございます。現時点におきましては、委員ご指摘のいわゆる国民会歯科検診に関する議論の場やスケジュールにつきましては、具体的には決まっておりませんが、来年度に向けましては、主に働く世代を対象とした 効果的な歯科検診の実施方法の検討を行うための事業に関する経費などを、えー、生涯を通じた歯科検診、いわゆる国民会歯科検診推進事業として概算要求しているところでございます。えー、厚生労働省といたしましては、生涯を通じた歯科検診、いわゆる国民会歯科検診の実現に向けまして、今後、議論の場合やスケジュール、実施方法も含めて、関係者のご意見を丁寧にお伺いいたしながら、必要な検討を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。島村大君 ありがとうございますあの確認なんですが、このいわゆるその骨太方針に入って、これを具体化する、検討,検討を具体化するということは、どこが、どの場所で議論をするかっていうのは決まってんですか。榎本伊勢局長 今もお答,えお答え申し上げます先ほども申し上げましたとおり、あのこういったその議論の場とかスケジュールについては、具体的には今、定まっているところではございませんが、あの先ほど申し上げましたように、あのそういったことも含めて、関係者のご意見を丁寧にお伺いしながら、あのしっかりと検討て進めてまいりたいというふうに考えているところでございます島村大君、あ大君。決まってないっていうのは分かったんですが、すみません、ちょっと確認なんですが。 こういう場合に骨太方針に入った、いわゆるものを、例えばこれは厚労省が入れていただいて、厚労省の中で議論するっていうことを私は解釈してるんですけど、まだどこでっていうのは決まってなくても、その主導するのは、 厚労省さんでちょっと確認なんですかよろしいんですか、本伊勢局長えと今、ご指摘でございましたようにあの、この骨太の方針は、いわゆる政府としての方針というふうに決めているものでございます。でそういう意味であの、政府としてしっかりと検討するということが必要な課題だというふうに認識しているところでございます島村大君。本本当当ににすすいいませんんごめんなさいあの政府っていうのはどこを算数ですか 本政局長。失礼いたしました。あのこれは厚,厚生労働省が所管している分野ということになってまいりますので厚、厚生労働省においてしっかりと検討を行う、ただその際に当然、いろんな関係者の方々おられますので、あの関係者の方々のご意見をしっかりとお伺いしながら、検討を進める必要があるということを申し上げたつもりでございました。大大変失礼いいたたしまししままま島村大君すいませんありがとううございましたあのそここで,です、ね、あの私ははの、ね、の国民会歯科検診というのは マスコミも取り上げていただいたように、やはりこれは私も進めるべきだと思っております、これは皆さんも同じ意見だと思います、ただ、この国民会歯科検診を進めたからといって、じゃあ、例えば一部では言われております、その医療費が削減できるとか、そこはまあもう一つの話であって、結果的にはできるかもしれませんが、そこを目的にしてるんではなくて、国民の、 健康安心のこの社会、先ほどお話ししました、健康寿命、延伸をさせる一つの大きな私はツールになると思って賛成をさせていただいています。ですから、そこはぜひ理解していただきたいと思っています。そしてもう一つはですね、私もまだ現場を持っていますで。現場を持ってて、私は約20年前に、我々の航空の、えー、管理は、 口腔ケアが非常に必要だということで、20年前に、うちの診療室で立ち上げようとしたら、うちのスタッフ全員に反対されました。20年前はそういう時代じゃなかった。やっぱり治療が主で、予防とかケアはまだまだ分かってなかった。ただ、それをうちのスタッフに言ったら、全員辞めるって言われました。辞められちゃう困るんで、まあ、考えてちょっとそこは辞めましたが、違うところで。 違うスタッフでやらせていただきますそれほどこの口腔ケアとかあの、今は定着をしておりますが、昔は本当にその治療中心の、えー、医療としては理解してもらうのが、まず医療人に理解してもらうのが難しかった。で、これをですね、今回、検診をまあ広めるんだと。このの検診だけで国民の 健康増進になるのかここをちょっと教えていただきたいと根本医政局長お答え申し上げます 歯や口腔の健康を保つためにはあの、歯科疾患を早期に発見、治療することが重要でございまして、このためあの、歯科検診は非常に重要な取り組みだというふうに考えております。一方で、今ご指摘ございましたように、あの単に歯科検診を実施するだけではなくて、やはり歯科検診の結果に応じて取り組むを進めることが重要だというふうに考えておりまして、例えば、歯科保険指導を実施要する、歯科保険指導を要するといったような結果が出た場合には、歯科疾患などを効果的に予防するために、歯科専門職による指導実施を するあるいは、えー、詳しい検査を要するといったような結果であった場合には、歯科医療機関への受診、精密検査、早期治療へとつなげる、また指導や検査を要さないといったような結果であったとしても、定期的な歯,あの歯科検診の受診を進めるといったことなどが重要になってくるというふうに考えているところでございます。 このため厚労省としてはあの自治体に対してこうしたあの内容を通知する結果通知表の一例をお示ししているところでございます加えましてあのより効果的な資格保険指導を実施できますように令和5年度の概算要求の中でライフステージに応じた適切な資格保険指導の検討などを行う事業についての経費を要求させていただいております今後とも国民の皆様に資格検診を受診していただきますように受診率向上のための方策について検討するとと,ともに受診後の保険指導や資格 医療機関への確実な受診につながるよう、適切な事後対応の方法も含めて検討してまいりたいというふうに考えているところでございます岩村大君。ありがとうございます。あの時間がもう迫ってんで、最後に私はぜひ、ね、お願いしたいことがあります。例えば、メタボ検診、特定検診で、検診をしたからじゃあ保健指導に必要な方がどのぐらいいってるのか。 ですから、歯科検診をしたから、必要だから、じゃあ、医療機関に行ってくださいって言って、本当に行くんですか、その仕組みで。私はしっかりと検診といわゆるその必要な場合には治療、それから予防、管理、これをワンセットでやらなかったら、歯科検診をしたからといって、何も健康増進のためには寄与しない。 これだけはぜひともご理解していただいて、私は国民開始化検診を今の状況で、今の状況を進めることはいいですけど、少し検診という言葉が先走りしてますので、私は考え方、この言葉も含めて、ネーミングも議論していただき、しっかりと国民が予防全身の予防を寄与できるようなものにしていただきたいということをですね、 ぜひとも大臣にも副大臣の皆さんにもご理解していただいて、議論をしていただき、そして国民のための地下検診ができるというふうな仕組みをぜひとも皆さんの知恵、我々もしっかりと応援させていただきます、そして学会もこれは応援すると言っていただいております、ぜひとも学会も含めて、そして現場の声も入れていただきたい、衛生士さんとか現場の声もしっかりと入れていただき、 この議論を進めていただき、本当に国民からこの仕組みが、システムが入ってよかったと思われるものを、私はぜひ作らせていただきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございました 神はい。